竹選手、本日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。まずは本日のご自身のプレーを振り返っての感想をお聞かせください。はい、私自身昨日の試合からなかなかチームに貢献できなかったので、今日はもう点数にできるものは全部点数にするだったり、こうブロックでしっかり頑張っていこうと思ってやってました。はい、大竹選手から昨日の試合の逆転負けについてのお話がありましたが、チームの中で皆さんでどういったことを話して本日の黒部戦に挑みましたか？結構昨日、3セット取り切れずに逆転負けということで、チームでもすごい雰囲気が難しい時もあったんですけど、今日みんなで切り替えてすごい明るい雰囲気でやれたのが最後勝ち切れた要因かなと思います。ありがとうございます。それでは最後に、今日もたくさんのお客様がいらっしゃってます。また VTV イージースポーツでもホームの佐賀から声援が送られていると思います。ファンの皆さんに向けてメッセージをお願いいたします。はい、本日もたくさんのご声援ありがとうございました。まだまだリーグは続いていくので、ぜひ、V リーグまた久光スプリングスにたくさんのご声援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。久光スプリングス10番大竹里穂選手でした。今一度大きな拍手をお送りください。